こんにちは、こんばんは。来てくれますかね、皆さん。ドキドキ。明けおめですね。新年一発目のの行日でございます。ワクワク。イエーイ、こんばんは。そう、髪を切りました。イエーイ。あと気合を入れてちょっと巻きました。うわー、すごいですね。明けおめってみんな言ってますね。どうも明けおめ。そう、イヤリングつけてきましたの。ブログを更新しました。見てください。やだ、やっぱ緊張します。何回目でもね、緊張します。大人っぽいですねですってコメントありがとうございます。イエーイ。最近はイヤリングにハマってます。れんかちゃんが誕生日プレゼントでたくさんのイヤリングをくれてから、私はアクセサリーにハマりました。イエーイ。6時ですね。皆さん学校でしたか？何、お仕事でしたか？お疲れ様です。明日テスト、あら大変ですね。なんか毎回いますね、明日テストっていう人。頑張ってください。たまみももうすぐテストです。高校生最後のテスト頑張ります。なので最近はたくさんテスト勉強をしてる毎日でございます。皆さん一緒に頑張りましょう。ドーン。いやー、はーい。焼きそば作ります。あら偶然ですね。たまみは今日焼きうどんを食べました。似てますね。おみくじ何だった？おみくじは大吉でした。そう、毎年ね絶対大吉が出るんです。わーい。皆さんは何でしたか？じゃあ宿題いきたいと思います。まず前回の、ありがとうございます、配信メンバーれなさんからの宿題、たまちゃんへ今日の絵日記を書いてくださいですって。なんか絵が多いですね、本当に。はい、ありがとうございます。絵日記ということで、はい、もうちゃんと考えてきました。楽しいですね。何色なんかめっちゃペンの色がありましてね。どうしよう。バラバラになっちゃいました。はい、じゃあ書きますね。今日の絵日記ね。なんてねあんまりね上手に書きます。はい、キラキラって感じで。はい、今日の絵日記、1月15日水曜日晴れ。今日は歯医者さんに行きました。でこれは私です。虫歯もなく、健康な歯でした。っていう感じです。この大きなお口で、これがなんかこう歯のミラーみたいなやつです。そうどうでしょうか？上手くなったって言われますよ、すごく。ファンの方、あ、髪の毛ね、髪の毛忘れちゃいました。はい、髪の毛あのですね、今日の絵日記、なんかある時ブログに今日の絵日記をちょっとだけやってた時がありまして、それはレナさんがですね、一緒にご飯に行った時にレナさんがこうやってみたらって言ってくださって、絵を武器にしてそういうのやってみたらって言ってくれて、そのブログにそういうコーナーを作ってたんですよ。なのでレナさん感謝です、本当にベリー感謝ですもん。どうですか？キラーン。歯医者さんね、もうね、眠っちゃいましたね、もうイエーイね、またいつかできたらいいなと思っております。はい、ではでは続いてのコーナーへ行こうと思います。ふう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 。あ、続いてお話ししましょうです。で、皆さん最近の出来事ですね。キラーン。最近は「Mステウルトラスーパーライブ」が年末にありましたね。私も出させていただきました。嬉しい。いつもね見ていた番組でしたので心底嬉しかったです。ありがちな恋愛ができてね、もうね、皆さん言ってますね、ありがちありがちって、たまえも言ってますよ、ありがち。嬉しかったです。なんかメンバーも大好きな子がいっぱいいまして、それがねテレビで披露できたのがもうムーって感じでした。あとシングアウトもできて嬉しかったですあとレコード大賞ですね。本当に私もまさか出る時がね来るんだと思ってすごく感謝しています。パプリカ、そう、なんか踊れて嬉しかったです。あとは「紅白歌合戦」もありましたね。そう、衣装も可愛くてですね、なんかもう本当に本当に感謝ですね、出させてもらえて。本当ね、シンクロニシティは本当に踊りがね大好きです。歌詞も良くて、はい、大好きです見つけてくれましたか？シンクロニシティなんか踊れば踊るほど大好きになりますね。はい、見つけたよ、イエーイ。それはどうも感謝ですそう、年末はいっぱいありましたね。内村さんとは喋った？全然そんなお話なんてとんでもございませんけれども、なんか本当にですねたくさん練習してきてくださっていたみたいで、すごくいい、もうあんなにすごい方なのにこんなに練習もしてきて、なんか本当にすんごい方なんだなって思いました。本当に素敵な方ですね。綺麗でした、ダンスも。他の坂道とは話せなかったです。そう、ですね、唯一こうなんていうんですか、ちゃんと話せるっていうか、ちゃんとこうなんていうの、関わったのが松田好花ちゃんなので、日向坂さんの松田好花ちゃんとなんかね話したいんですけど、なかなかね、なんかこうがっつり会う機会がなくてですね。そう、ザンビなんです。ザンビだからね話したいんですよあとは何でしょうね、乃木中ありますねあれ B 級ニュース見ましたか皆さん？私はよく忘れられちゃうんですよ。皆さん覚えてくださいB 級ニュースね面白かったですね。みんなの見てても、こ年の抱負はみんなに覚えてもらう頑張ります。でも B 級入手賞みたいなの取れたので良かったですまさかまさかでしたね。嬉しかったです。絶対忘れない。イエーイ、うれぴー。台北行きます。やったー、嬉しい。見つけます。バスラ3日目行くよ。おおすごい、もう分かるんですね、来てくれる方。ぜひぜひ楽しんでください今年の漢字は？今年の漢字はなんだろう。たまみの今年の漢字？今年の漢字なんでしょうね。覚えるばっかですね。面白い。じゃあ覚える、覚えるって字覚えてください。はい。おせち食べた？おせち食べました。あ、そうそう、おせち食べたんですよ。栗きんとん大好きで食べました、いっぱい。あと愛犬のティファニーちゃんにもこう犬用のちっちゃいおせちをこう作ってはいって食べました。愛犬のティファニーちゃんもそう、おばあちゃんがすごくたくさん栗きんとんを作りますのでお正月は何してた？お正月はあれですね、伊勢神宮に家族で行きました。はーい、ブログにも載せたんですけれども、伊勢神宮初めて行きまして、これから活躍できますようにとか、いつもありがとうございますってお願いしてきました。そう、おかげ横丁っていうなんか食べ物屋さんがいっぱいある通りがあって、すごかったですね。お団子食べましたよ、いっぱい。イエーイそう、人がとっても多かったですねももこたちの振り袖見た。ああね、おめでたいですね。成人式4人、おめでとうございます。可愛かった。なんかたまみもどんなのにしようかなって考えました、写真見て再来年ですね、2年後っていうのなんでしょう。ドキドキ楽しみです。いっぱいいるのでそうなんです、2年後なんですあとあれですよ、なんだっけ、年明けて最近メンバーみんなでお出かけをしたんですよ。アウトレットにみんなで行きました。ももちゃんとはずきとれんかとでんちゃんとたまみで行ってきたんです。イエーイねえ、これは忘れないでほしいですね。みんな楽しかったですよ。なんかあれ、みんなこのメンバーでお出かけしたことがありませんので、なかったので、なんか初めてこう結構な人数で行って楽しかったですそう、クレープ食べたりしました。で、たまみとはずきがまだお買い物中だったので、その間に残りの3人がクレープ買ってくれてて、そしたらたまみのクレープをなんと落としちゃったんですって。なのでそれでたまみのなんか2個買ってくれたみたいでねえ、大変ですね美味しいクレープでした。はい、じゃあそろそろ続いてのコーナーに行きたいと思います。イエーイ。続いては1月19日にある台北アリーナ、乃木坂46ライブ in 台北2020のお話しします。はーい、たまみも参加させていただきます。台北ライブは去年も参加させてもらって、今年もなのでですね、すごくワクワクしていますよ。来てくれる方いますかね。うん、すごい楽しみ。なんかこちらとはまた違った雰囲気があって、タオルも見つけますが、待って、意気込みは何ですかね。なんか本当にこうちゃんとこう台北アリーナ、皆さんの顔がすごく見えるので、タオル持ってくれてる方はもう全員見ますし、もうそれ以外の方も全員見つけますので、見ますから私のことを見つけてくださいって感じで、はーい楽しみですね、とっても。そう、去年はね、自己紹介のなんか言葉を覚えるのが本当にね大変で、すごい何回も練習したのでちゃんと頭に入っておりますで、なんか本当に台北ってお茶がすっごい美味しくてですね、それがね、私はライブも楽しみだし、お茶を飲むのが楽しみです去年はお土産に乾燥タピオカと、あとお茶を買って帰って家でタピオカを作りまくりました。とっても美味しかったです。はーい皆さんもぜひ飲んでみてください。本当に美味しいのですよ。はい、ではここでですね、よいしょ、のぎょうび台北クイズ、イエーイ。今から私が台北に関するクイズを一つ出題するので、答えを予想してコメントしてください。ちなみに私も答えを知らないので一緒に考えます。じゃあたまみが問題を出すのでね。はい、じゃん。台北の故宮博物院には有名な野菜の彫刻が展示されています。その野菜とは何でしょう、ですって。うわ、待って、これわかんないんですけど、皆さんすっごいみんな寄ってる。白菜ってめっちゃいますね。きゅうり、なす、野菜の彫刻、どういうことだ。台北の野菜、グリーンピースですって。面白い、グリーンピースだったら野菜の彫刻、不思議、そんなのあるんですね。あえてトマト、面白いブロッコリー、人参、すごいですねニュースで見たことある。じゃあその方は分かってるのか。野菜の彫刻、これ誰も分かんないんですよ。行ったことあるよって。いちご野菜なの。白菜が多いですね。何なんでしょうか、正解は野菜の彫刻、どういうこと。はい、正解はじゃん、白菜。白菜、野菜の彫刻、白菜だって。おめでとうございます、当たった方。すっごい、皆さんすごい。超有名らしいです。有名なんだ。だからわかるのか、皆さん。白菜ですって。見てみたい。有名ですか？あら知らなかった。たまみもたまみもっていうか、図工の工作でリンゴのなんか粘土でリンゴ作りました昔こういうね、すごいことになっちゃいましたね、そしたら白菜ですって。正解した方おめでとうございますめっちゃ有名ですよ。だって有名なんですねうん、たまちゃんの好きな野菜は？たまみの好きな野菜はなんだろう、野菜結構食べるんですよ。何でも好きですね。玉ねぎ好き。白菜もね結構食べますよ、お鍋とかねしてですね。ベリーグッドです。はーいナス食べたことないんですね。いつか大人になったら食べますはい、じゃあここで農業日選手権、イエーイ。ここで今週の配信メンバーで争う農業日選手権をやりたいと思います。今週の競技は新成人に向けた46秒スピーチです。はい、月曜日が成人の日だったということで、新成人に向けてスピーチします。そのスピーチが週の中で最も46秒に近かった人は素敵なプレゼントが贈られますね。いやー、昨日レナさんは54秒だっつって、結構すごいです。すごいですね。でもこの46秒スピーチで前回私は優勝したんですよ、多分。だから負けられませんね。頑張りますよ。素敵なプレゼント欲しい。はい、じゃあ待って、46秒、はい、いきますの、よーいスタート。新成人の皆さんおめでとうございます。すごく大人になられるので、本当にたまみも早く大人になりたいなって思います。なんですかね、すごく周りの皆さんへの感謝の心を忘れずに、生きてくださいなんでしょうね、大人になるんですよね、新成人。すごいはい、皆さんに感謝してくださいね。たまみも感謝していきたいと思います。あと2年後何ですかね難しいな、新成人。そうですね、はい、頑張っていただいてすごく大変だと思いますよ。いろんな壁にぶつかったり、でも頑張ってください。終わり。はい、正解は58秒。そんなかかりました？すいませんね、なんかあんまり出てこなくて。58秒。うわー、悔しい。今日は水曜日。うわー、レナさんに負けちゃいましたね。坂口たまみ。はい、58秒です。最後の方止まった時に終わってたら47秒だったんですって。うわー、なんで溜めちゃったんだろう。悔しい、ガミン。でも本当におめでとうございますって心から思ってるので新成人の皆さん楽しんでください、人生を。ガミン、悔しいもう優勝はなくなっちゃいましたね。はい、ではここで明日の配信メンバーさんを発表します。明日の配信メンバーさんは新内さんです。新内舞さんです。ありがとうございます、はい、新内さんへの宿題を考えたいと思います。新内さん何にします？何にしましょう。新内さんドキドキですね。何がいいかな。皆さん「まいちゅん」って言ってる。どうしようかな。なんか同期とかじゃないとね、ちょっと真剣に考えますね。成人式の思い出、ああいいですね。なんでしょうね。全力変顔、そんなにもういてくれればいいですって感じ。来年の目標、ああいいですね。ああ何にしましょうかね。ラジオのコツ、ああプロですもんね。どうしよう。セクシー一言、ああありですね。いっぱいある。でも本当に何でもいてくれればいいんです。どうしよう。ギャル語、ぶりっ子、滑らない話とか難しそう。今年の目標、ああどうしようかな。ああじゃあ決めました。難しいかな。新内さんへ最近泣いた話聞かせてください。たまみより難しいかもですね。大好きです新内さん。はいということで頑張って、皆さん絶対見てください。たまみも見ます。ピエンですね。じゃあ、そうですね、あとちょっとで2万人いきますように。でももう終わっちゃうんです。農業日、水曜日終わりのお時間です。ガビーン。ちょっとですね、農業日選手権がですね結構悔しいんですけど、次は勝てるように頑張ります。はい。もうピエンって感じですわ。頑張ります。台北ライブも来てくれる方見てください。行きそう、行かないか。2万人。明日の土曜日は新内さんが担当します。時間は決まり次第ショールーム公式ツイッターでお知らせします。また無料ニュースアプリスマートニュースの乃木坂46チャンネル内で乃木曜日アフタートークも配信予定なのでぜひチェックお願いします。あ、超えた、やったやった。それでは今日の相手は坂口智美でした。バイバーイ。